ベイクウェルはイングランド、ダービーシャーのダービーシャーデールにある小さい市場町で行政教区である。ベイクウェルは地元の菓子、ベイクウェルプディングでよく知られている。ベイクウェルはシェフィールドの約13マイル南西のワイカワの岸に位置している。2011年の国勢調査においてベイクウェルの行政教区の人口は3949人であった。ベイクウェルは チャッツワースハウスとハドンホールという観光地に近い。この地区の以前の集落の証拠はあるが、ベイクウェル自体はおそらくアングル人の王国である、マーシアだった時のアングロサクソン時代に築かれた。ベイクウェルの名前は、バデカという名前の男性の遊水家、小川を意味し、この個々の名前に加え、小英語のウェラに由来する。グレード1として登録されている建築ベイクウェル。 教区教会は920年に設立され、教会付属の墓地に9世紀の十字架を所有している。現在の教会は12世紀と13世紀に建設されたが、事実上1840年代にウィリアム・フロックトンによって再建された。ノルマン時代までにベイクーウェルは幾分かの重要性を獲得した。ベイクーウェルと再建された教会はゥームズデーブックで言及されており、 モッドベイリー城は12世紀に建設された。市場は1254年に開設され、ベイクウエルは交易の中心地として発展した。ベイクウエルのワイカーにかかっているグレード1として、登録されている5つのアーチがある橋は13世紀に建設され、13世紀前期の少ない残存物の一つである。含む鉄線が発見され1697年に、浴場が建てられた。 この発見と建築は、バクストンに習ったやり方で、スパタウンのように、ベイクウェルを発展させるという18世紀のクワ立てに、繋がった。1777年のリチャード・アークライトによる、ランフォード・ミルの建設に続いて、19世紀の街の多くが再建された。ベイクウェルは、ダービーシャーの中心部のワイカワの谷に位置する。ベイクウェルは、 海抜約125メートルで川の近くに位置しており、最も高い町の部分で谷の斜面は約185メートルある。町はダービーシャーデールにあり、シェフィールドの約13マイル南西、マンチェスターの31マイル南東、ダービーの21マイル北に位置する。近くの町は南東にマトロック、東にチェスターフィールド、西北西にバクストンがある。 ベイクウェル近くの村は、アッシュフォード・イン・ザ・ウォーター、エルトン、グレート・ロングストーン、ムーニー・アシュ、オーバー・ハドン、シェルドン、ローズリー、ピルズリー、ユール・グリーブとバスローがある。ベイクウェルは、多くの国内外の観光客を引きつけている。月曜日はこの日に、伝統的な市場が街で開催されるとして、観光客に人気がある。 家畜市場は町の中心部から川を渡ったところにある新しい特設の農業センターに格納されている。中型の市場の露天市場は繁華街で開催される。町の主要な雇用主はバスローロードのオールダンハウスに本拠地を置くピークディストリクト国立公園局である。国立公園局は地域の保全や拡張及び理解を促進し公園で楽しく過ごせるように するための仕事をすることになっている。オールダンハウスの向かい側はもう一つの主要な雇用種で、地域社会に外来診察サービスを提供する国民保険サービスの小さな病院であるニューホルム病院である。コスタコーヒーの支店を町に出店することに反対するキャンペーンがあり、地元の商業者も参加している。オールセインツ協会、ベークエルオールセインツ協会は、 グレード1として登録されている、サクソン時代の920年に設立された教会であり、教会付属の墓地には2つの9世紀のサクソンの十字架がある。1840年代の復旧工事の間、サクソンの石細工の多くの彫刻が施された、サクソン時代の破片や古代の石の棺が教会内や屋根付き玄関の周辺で見つかった。十字架の一つは、 正確にはよくわからないが、ビーリーの近くで土から掘り起こしたビーリークロスで数年間だあれ、ブリッジの近くのホールトハウスの土地に移された。土台と支柱だけは残存するが、5フィート以上の高さに立ち、全紙面に彫刻されている。もう一つの十字架は高さ8フィートでほぼ完全に残っているベイクウエルクロスである。ベウルクロスは7世紀か8世紀に彫刻され、 受体告知の一つを含む多くの場面を示している。もともとは十字架は、ハソップの十字路に立っていたかもしれないが、かっこたる、証拠はない。教会には、トーマス・ベートマンによって収集された十字架と彫刻が、施された石があり、シェフィールドのウェストン公園美術館に寄贈され、1899年にベ、ベイクウエルに移された。1350年頃ベイクウエルの荘園を、 獲得した、サーゴッドフリード・フォルジャムと、彼の妻アビーナの素晴らしいアラバスターの記念碑がある。ベイクウェルの中世の8862年に、マンチェスター、バクストン、マトロック、ミッドランドジャンクション鉄道は、ベイクウェル鉄道駅を開いた。線路は、ロンドンからマンチェスターへのミッドランド鉄道の一部になり、さらに後にロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の本線になった。 ジョン・ラスキンは、バクストンの愚か者は20分でベイクウエルにいることが、できるだろう。逆も、また同様として、ダービーシャー地方の冒徳とみなし反対した。ベイクウエル駅舎は、街が見える、丘の中原に位置している。ハットンホールのラトランド公爵の辞書を通る線路への、彼の許可に対する返礼として、小さい街には見合わないほど大きく、魅力的な駅舎が建てられ公爵の紋章が、 石像物に彫刻された。貴族と地主たちの関心を買うような駅舎の建設は、その時代の特色をよく示していた。というのも、彼らの支援は、議会制定法を制定するために必要であったからで、ある。そうは言っても、鉄道の不便な高い外形は、線路は、ハッドンホールの見えないところに走らせるという公爵の強い主張によるものであり。 鉄道の外形は駅を市外に建設することを強制した。マトロックとバクストンの間の線路が1968年に閉まったため、ベークウェル鉄道駅の建物は今小企業に使われている。道路の多くは現在歩行、サイクリング、乗馬用の静かな自動車交通がない道路である、モンサルトレールに指定されている。通常の電車は現在ダービーから、 アンバーゲートを通って、マトロックまでだけとマンチェスターとバクストンまでだけの範囲を走っている。そこは、ベイクウェルとモンサル谷の壮大な高架橋の上を通る線路の一部で、ある Y k 谷の残りを完全に再開することを求める提案が繰り返されている。地元の保存鉄道事業であるピーク鉄道は、マトロックからハドンホール近くのベイクウェルの東へ、 スーマイルの村であるローズリーへの線路の再開によって表された。ベイクウェルに到着することはピーク鉄道の長期の野心の一つに過ぎない。そして鉄道の未来の復帰に対する思いを活かし続けるためにダービーシャー衆議会は現在発展からロバンを保護している。ベイクウェルプディング自身のベイクウェルプディングの最初の調理法を主張する3店舗ベイクウェルプディングは 卵とアーモンドプードで濃厚な風味にした豊富なジャムのペーストリーである。ベークウェルプディングはサクサクするペーストリー、アーモンドのトッピング、スポンジ、ジャムの中身から作られた全く違う菓子のベークウェルタルトと間違われる。ミスター・キプリングもまたよくベークウェルタルトとしても知られるチェリーベークウェルズを作った。 ベークウェルプディングの起源は明らかになっていないが、一般に受け入れられている話は、ホワイトホースインの女主人が、彼女の料理人に、卵とアーモンドペーストをベースとした、ジャムタルトを作るように指示を残した1820年に、偶然に初めて作られた、という話である。料理人は、卵とアーモンドペーストとかき混ぜたものをペーストリーに、入れる代わりに、ジャムの上に広げた。調理すると、 ジャムはペーストの上に来るようになった。その結果はホワイトホースインホテルで有名な料理になるには十分に上出来で通常上に粉砂糖がかかった商品の派生料理はベークウエルタルトという名を広げた。ベークウェルにある3店舗は彼らそれぞれが最初の調理法だと主張する。ベークウェルタルトショップと喫茶店はベークウェルタルト、糖をかけたベークウェルタルト、 しっとりしたベークウェルタルトと伝統的なベークウェルプディングという4種類の菓子を売るが一方で最初のオールドベークウェルプディングショップとベークウェルのブルーマーズ料店はベークウェルプディングを売る街で毎年開催される行事がたくさんあるピークディストリクトの伝統的な井戸祭りは6月の間に開催される井戸祭りでは 街のあらゆる場所に粘土に埋め込まれた花びらでできたカラフルなゾーンが現れる。ベイクウェルの農芸展覧会はイギリスで最も広く報道の注目を集める農芸展覧会の一つで約6万5千人の観光客を呼び込む。農芸展覧会はベイクウェルショーグラウンドで8月最初の水曜日と木曜日に開催される。8月にはまた1997年に始まった。 音楽と映画のイベントである、ベイクウエル芸術祭が開催される。ピークライブラリーフェスティバルは毎年春と秋に開催される。5月の春の例大祭と10月の秋の例大祭は月の最後の金曜日に始まる。カーニバル週間は7月の初めに開催され、街を通る行列が最高潮に達する。ラグビーユニオンは、街でベイクウエルマネリアンズルーファックがラグビーをプレーしている。 ベイクウエル・マネリアンズ・ルーファックは現在ミッドランドにイーストで優勝を争う。街からはベイクウエル・レッド・ラ・アイオン・ FC とベイクウエル・タウン、FC の2つのサッカーチームが出ている。ベイクウエルには繁華街の東にテニスコート、子供たちの遊び場とサッカー、クリケットのピッチがある大きい遊園地がある。街中の図書館の近くには、市営の水泳プールと体育館がある。 ワイカーのそばには人気のある川岸歩道がある。ベイクウェルはベイクウェルタルと殺人としても知られているスティーブン・ダウニング事件の間注目の的であった。スティーブン・ダウニング事件は1974年に32歳の弁護士秘書ベイクウェル墓地で殺害した罪で17歳の地方公務員スティーブン・ダウニングに有罪判決を下し投獄した。 地方紙のキャンペーンに続いて、彼の有罪判決はダウニングが刑務所に入ってから27年後の2002年に終わった。事件はイギリス法紙で最も長い誤神になったと伝えられ、世界的にマスコミの注目を引きつけた。ベイクウエルはジェーン・オースティンの高慢と偏見の43章でエリザベス・ベネットによってペンベリーを訪れるために彼女が旅行した街として、 名が挙げられている。ありがとうございます。